本日をもってプロジェクトの全フェーズを終了、当研究所を閉鎖します。一体どういうことだ。これであなたも自由の身、一刻も早くここを出てください。そんな話全く聞かされていないぞ。ロエンの兵が動き出しました。間もなくここへも来るでしょう。何のために。我々を処分するためかと。なぜだ。君が何をしようとしていたのかは知らん。しかしそれが報いであるならば、私は人としてこの施設に残ろう。その感情は理解できません。それにあなたがロエンに裁かれる道理はない。そうだな。ならば私は古い約束のためにここに残ろう。お別れです。姉ちゃん、女の一人歩きは危ないぜ。ハンターを雇っていきな。ワイン運びに彫像探し、テロリストの殲滅まで何でもござれだ。黙って行かせてちょうだい。私が決めたことなの。バシュロンには感謝してる。無理に詮索しないで私に考える時間をくれた。もちろんゼファーにだって。ゼファーがいたから私はもう一度先生に会おうと思えたの。先生？伝えたいことがあるの。おいおい、そいつはちょっと高くつくぜ。なんせあの施設に一般人が入れるわけがねえ。誘拐か？強行突破か？穏やかじゃないね。もうこんなのやめてよ。決意が揺らいじゃ。会いに行くだけなんだろ。そもそもその人まだ生きてるの？わからない。でも私が生きている確率よりは高いと思うの。やんだよ。涙雨。じゃあ行ってみるか。急ごう。うん、ありがとう。この部屋はあの時のまま。おい、どうなってんだこりゃ。ただごとじゃないにも程があるぜ。そんな一体何が。逆にチャンスじゃねえか。行こう。誰かいる。
あそこは先生の部屋。邪魔しないで。先生、私がいなくなったらやることなくなっちゃうね。そうだな。先生が寝ている間にまたいたずらするから近くでお昼寝しててくれる？あ、いいよ。嘘ばっかり。でも来年の誕生日には会えるよね。ああ、必ず。それも嘘。私が会いに来ます、必ず。本当にいろいろありすぎて、飛び降りて助けられて、みんないい人で毎日楽しくて、いろんなことを教えてもらって。ティンベル。でも昔のことを思い出すと、そんなことあるはずがない。怖くて怖くて、それでもやっぱり先生のことが忘れられなくて。そんなことがあるはずがない。もし君がリンベルならば、話さなければならないことが、謝らなければならないことが多すぎる。違うの。聞きたいことがあるから来たんじゃないの。どうにもならないことがあるのはみんな同じだって分かったから、私が先生に伝えたかったの。私は元気だよって。心配しなくていい。バーゼルの外で落ち合おう。もしも約束の時間に私が現れなければ、迷わずこのクォーツを砕きなさい。